では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 、こちらトライアンフ京都お邪魔させていただいて、こちら南さん、はい、トライアンフ京都の南です。よろしくお願いします。去年のモタ祭で僕ブースにお邪魔させてもらった時に、はい、ストリートトリプル765、はい、モト2エディションのことを熱くあの日回ったブースで一番熱かったです、はい、ありがとうございます、はい、その後乗る機会あって、はい、おっしゃってたことがほんまそうやなっていうのがあってね、そこからの X つながりですね。あ、そうですね。で、今日お邪魔させていただきました。はい、ありがとうございます。そしてなんと今日試乗車をがっつり乗らせていただくということで、はいはい、ぜひぜひ。こちらにある2台、はい、こちらがトライアンフから最近出ましたですね、あのスピード400っていうね、はい、トライアンフがもう5年の歳月をかけて開発した普通二輪免許で乗れる車両として、はい、まあ、今回新しく発売されたモデルになります、はいはい。で、売りとしては実用性のあるトルク感っていうところと高回転の伸びを実現した DOHC の水冷のエンジン、はいはいはい、ただ単にクラシカルなバイクっていうわけじゃなくて、うん、エントリー層の方でも扱いやすいトルク感っていうところと、そこからステップアップ、あ、ライディングテクニックがちょっと上がってきた時にもしっかりと車両がついてきてくれるっていう、はい、そこまで考えた車両設計になってます。なるほど、はい、あのフロントフォークもね、倒立であったり、はい、倒立です。はい、基本的な部分がしっかりしてそうな雰囲気がもうプンプンしてますよね。いや、もうほんまに今回のこの 400cc はトライアフも本気で作ってます。マジですか？本気で作ってます。乗ってもらったら、うん、あ、なるほどなって思ってもらえると思います。あ、本当に、はい、ちょっとこれは楽しみですね、はい。他のメーカーさんも結構普通二輪で乗れるバイク出してきてるなっていう印象なんですけど、これ競合になるバイクというと何になるんですかね。まあ、一応当社の取り扱いでいうとロイヤルエンフィールドの、まあ、こちらハンター350ですかね。で、このハンター350はトライアンフ京都運営会社の取り扱いブランドのロイヤルエンフィールドのバイクなんですけれども、ロイヤルの中で唯一前後17インチのモデル。あ、本当だ、これもそうですね、はいはい。違うところで言うと、うん、まあ、こっちは SOHC の空冷のエンジン、はい、あとはまあキャリパーだったりとかサスペンションだったりとかの違いっていうのはもちろんあるんですけれども、うん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 、どちらかというとハンター350の方がよりこう優しいフィーリングなので、はい、うん、エンジンスペック的に言うと、まあ、こっちは、はい、あのスピード400の方が40馬力で出てるのに対して、はい、まあ、ハンター350は20馬力なんですけど、あ、はいはいはい、まあ、20馬力って聞いてから乗ると意外と走るなって多分印象であると思います。なるほど。スペックだけ聞くと頼りないんですけど、はい、乗ってみるとちゃんと走るんで。なるほど。やっぱり SOHC のエンジンならでは。車格もほぼね、見た感じ車格ほぼ一緒だと思います。一緒ですよね。ちょっとまたがってみた感じ、まあ、私がまあ身長172センチ、はい、体重がまあ58キロなんですけれども、はい、うん、こんな感じですね、はい。もちろんまあ両足べったりつくんですが、うん、やっぱり軽量ですよね、またがった感じとかも、うん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 、全然不安感ないです、うん。で、ちなみにこっちはあの車両の重量が170キロ、170、あ、はい、そこそこあるんですね、はい。で、こっちは180キロ、あ、さらに、はい、ほう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 。で、ハンター350の方もまたがりますと、はい、どちらかというとハンターの方がちょっとポジションがコンパクトかなと思います。うん、はい、確かに車格もちょっとこっちの方が若干ちっちゃく感じるかなっていうところはありますね。なるほど。結構比べて楽しいんじゃないかなと思います。はい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 、国産で言ったら GB350 あたりになるんですか？まあ、そうですね、うん、個人的に言うと、うんうん、もう少し現代的なパラツインのバイクもちょっと入れてもいいかもなと思ってます。なるほど、なるほどね。例えばですけど、うん、CB250R とか、うん、あの辺とかとの比較としてもいい。なるほど、なるほど、よりスポーティーなね、はい、それぞれバイクにはいいとこ悪いとかあるんで、はいはい、まあ、それがそのお客様に、まあ、やっぱマッチするかしないかというのが、ね、はい、一番大きいと思います、ね。はい、こっちはリンクサスで、こっちが普通のサスペンションですね。まあ、やっぱりその車両の見た目からも分かる通り、うん、どちらかというとやっぱりロイヤルの方がやっぱよりクラシカルな、うん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 、やっぱ車両の入れ立ちというか、はい、装備的にもそうですけどね、うんうんうん。こちらのハンター350と
もう一個クラシック350と、はい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 、メテオ。メテオ、はい、その3台っていうのは、はい、それぞれ違いっていうのはどういうところにあるんですか？一応、うん、あのハンターが、まあ、一番後発なんですよ、はい、だからこれが一番現代的な乗り味なので、うんうん、まあ、前後17インチっていうところなんで、うん、まあ、ハンターはスポーティーな走りも楽しめる、うんうん、もう街中を猟犬のように駆け回るような、うんうんうん、っていうコンセプトで、あの、はい、できてるバイク、はい、でクラシック350が一番やっぱりロイヤルエンフィールドのオーソドックスなクラシックバイクですね、うんうん、はい、やっぱりその第一次世界大戦の時にこう軍用バイクとしてそのロイヤルエンフィールドはイギリス軍でこうバイク提供してたわけなんですけども、まあそういった時のオールドルックなバイクのねテイストとかもやっぱりデザインに盛り込まれていたりとか、まあポジションに関してもそうですよね。なるほど。でメテオ350はクルーザータイプなので、はいはい、フォワードコントロールになってます、ステップが。なるほどね、はい、でハンドルも結構ちょっと前に来るような感じになってまして、はいはいはい、やっぱりあのどっしり走れるっていう点においてもですけれども、うん、あのリアタイヤがちょっと太くなってます。なるほど。やっぱり用途によって選んでいただけるっていう、はい、そうです、なるほど。エンジン自体は基本的にもう3車ともほぼ共通です。なるほど。でもぜひともちょっと乗り比べていただいて。ありがとうございます、はいはい、ということでロイヤルエンフィールドのハンター350乗らせていただきます。よいしょ、 OK。 お、あ、いい感じ、5速、はい、よろしくお願いします。営業の南さんが試乗コースを先導してくださることになりました。僕はこのハンター350ちょっとじっくり味わいたいと思います。排気音というかね、このエンジンの鼓動感というのが結構ね、シングルっていうのはあるんでもちろんなんですけども、しっかり一発一発をね感じる雰囲気をしてます。おお、いい感じ。さっきね南さんおっしゃってたけども20馬力と思って今乗り始めましたけども、結構キビってますね、これキビキビいきますよ。でね、この先導してくれてる南さんの走りもキビキビしてるからね、ちょっと僕初めて乗るんですけども、ちょっと集中せなあかんやんって感じなんですけどもね、このぐらいの方がいい。はい、第一印象をお伝えしようと思います。キビキビしてる、普通に走る、20馬力じゃないですよねこれね。はい、で一発一発がドド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 ってこう歯切れがいい、素晴らしい。そっか、試乗コース覚えなあかんねんな、1回でいろいろ一度にしないといけない。ポジションもね、ミッドコントロール、足の位置はまあ超楽です。でハンドルもまあまあアップライトなので乗る姿勢が楽ちんですね。これいいぞ、キビキビ走るな南さん、さすがイケイケ営業ですねこの方は。でここね、大山崎というインターチェンジの下なんですけども、これ多分ね日本で一番ややこしい入り組んだねインターチェンジちゃうかと思ってます。なので2回目1人で走った時にね、同じ道走れる自信がないっていうね、そのあたりはね今回のこのハンター350と全く関係ないんで言うてる場合じゃないんですけども、開けてみる。うん、ちょうど馬力が倍のスピード400になんとかついていけるぞ。はい、乗りやすい、それはねもう間違いないです、乗りやすい。おー、ちなみになんですけども、僕の同級生のね、あの大学の時のサッカー部でキャプテンやってたやつが去年普通二輪の免許を取ってね、バイク何買おうかなって僕に相談してきました。何買おうかなって言われてもね、もうありとあらゆるバイクあるんで何って言いにくいし、どんな用途で使うかにもよるし答えにくいけども、買うねやったら新車がええんちゃうと一発目はいう話をしてたところ、今ねホンダの GB350 とかね、そのあたりをちょっと候補に考えてるみたいなんですけども、その GB と全くライバルになる車種やと思うんですね、このハンター350にしろ前を走るスピード400にしろ。なのでね、今日はそのあたりのね違いをしっかりレポートしてね、その友達のね購入の参考になればと思うんで、しかと動画を見てください。 K 君、 K 君っていうとこ一応、はい、乗りやすいな。しかもねこの営業の南さんのね事前の説明が的確すぎてね、本当20馬力とは思えないキビキビさ、これは間違いないです。めっちゃいい。この今走ってるようなね街の中を自由に走らせたいというのであればね、これかなりいいと思います、ハンター350で。同じロイヤルエンフィールドの中でもさっき聞いたようにね、メテオ、あとクラシックってあると思うんですが、中でもねこの最新のハンターは街乗りかなり最強やと思います。
ちょっと細かいところを見ていくと、メーター周りですね、黒の文字盤に白い文字に赤系の針、真ん中の部分がデジタルでいろんな表示がされているということなんですけども、一言で言うとめちゃくちゃシンプルですね。そしてやっぱり針メーターだけあってね、視認性がいい、直感的に分かるっていう部分もね、いいと思います。こういったね、シングルのバイクっていうのはね、やっぱりどんだけシンプルかっていうのがね、僕は重要視したいところなんで、そういう意味でいくとめちゃくちゃいいです。ロイヤルエンフィールドのバイクに乗るの実は今日初めてなんですけども、めちゃくちゃいいですね。さすが技術のインド、めっちゃ乗りやすいね、めちゃくちゃ乗りやすいね。わかる、一発一発がしっかりわかるっていうのがやっぱりね、短気筒の醍醐味やと思うんですけども、それがしっかりある。これこの後乗るね、スピード400がどうかっていうのがね、逆に楽しみですね。この英雄マンがね、市場についてきてくれるって、こんなんあります？めちゃくちゃいい店やと思いますね。それがまずいいですよね。バイクそのものもそうやけど、キビキビした走りもそうやけど、何を買うかっていうのも大事やけども、誰から買うかっていうのもね、同じぐらい大事だと僕は思います。ちょっと道が不安です。おんぶに抱っこで走ったから全然道見てなかったごめん。軽いしね、クラッチも乗りやすい、言うことなしやな、マジで欲しい。去年のモタサイでね、このモト2エディションのことをね、説明してもらった時も、あ、この人ほんまにバイク好きやねんなっていうのがね、伝わってきて、すごいそれを覚えててね、今日久しぶりに会ったんですけども、その時の印象のままでした。めちゃくちゃいい営業マンやと思います。僕が言うのもあれですけども、よいしょ、引っ張っています。いいですね、加速も十分ですね。はっきり言ってトルクのね、出方っていうかね、いいです。シングルならではの後ろタイヤがね、しっかり地面を蹴ってる感が伝わってくる、ちょっと懐かしい感じというかね、これぞバイクやんけっていう、そういうものがありますね。最新のバイクなんですけども、なんか懐かしいものがあるというかね、めちゃくちゃいいなこれ。ハンター、おー、キビキビいきますよ。17インチだけあってね、やっぱりフロントがクイックです。非常に軽いです。今こういってこういったのも軽いですね、フロント周りが。こうそうか、さっき猟犬って言ってたのはハンターや、つながった確かに、タタタタン、タタタタン、いいな、余計なものがなくていいな。友人のケイ君に一つお伝えすると、必ず試乗してください。今から僕が乗る2台は違いがしっかりわかると思います。そして自分にどっちが合ってるのかっていうのがしっかりわかると思います。で、南さんさすがに運転がうまいな、後ろで見てもう一瞬でわかる。バイク好きやねやろな、この人。この試乗コース乗り応えありますね。で、このロイヤルエンフィールド、あとイードはね、このデザインも非常にクラシカルというか、そういう部分もあるんですけども、あんましね、人と被らんすよね、おそらく。そのあたりもいいと思います。純正でフォークブーツがついてるとことかね、このあたりのデザインもやっぱいいですね。この車両に関してはタンクがちょっと濃いシルバー、ガンメタみたいな色に、このライトのリムとかね、そのあたりはマットブラックというね、非常にシックな、飽きのこないね、カラーリングやと思います。これ意外とグリップ握りやすいで、ちょっとだけ樽型になってるというか、いいですね。噂には聞いてました、ロイヤルエンフィールドが非常にいいバイクやっていうのはね、それを今日はちょっと体感できたかなって思います。はい、到着です。乗り換えてスピード400乗りたいと思います。よいしょ、これでオフ。ありがとうございます。センスタが標準装備なんや、それもいいですね。じゃあ、ありがとうございました。